はいどうも、たけるです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、 iPhone のホーム画面の整理、皆さんしてますか？ iOS14 からはアップライブラリっていう機能がついて、アプリを自動的に整理してくれる機能がついたんですけど、ここの整理をするときにアイコンを移動させるのってとっても面倒ですよね。一番後ろのページから一番手前に持ってくるまでとかすっごい面倒くさいし、それが複数のアプリだったら余計に面倒くさいですよね。その度に動かしていったりしなきゃいけないんですけど、今回はその複数のアプリを同時に移動させるときに便利な方法を紹介していきます。とっても簡単なので、見ていきましょう。はい、ではまず何もないところを長押ししてください。はい、アプリが震え出しました。今回はメモ、写真、カメラ、この3つを一番後ろのページに移動させます。いちいち一つずつ移動させなくても一気に移動させる方法があるので見ていきましょう。じゃあまずメモ。メモを持って、メモが動く状態にして持っておきますね。メモを押さえたまま写真をタップします。いきます。はいよ。はい、重なりましたね。写真が重なって青いバッジがつきました。今2って書いてありますよね。これ2つのアプリを今持ってますよっていうサインです。じゃあここでカメラを押しましょう。ほい。すると3になりました。わかりますよね。今この中に3つアプリが入ってるので、この3つを一気に移動させますよっていう方法になります。じゃあこれを一番後ろのページに移動させましょう。移動させるには画面の右端に寄せます。よいしょ。離すとメモ、写真、カメラとこんな感じで一番後ろに一気に持っていくことができました。もう一回ね、戻すときもメモを持つだけじゃなくて、このメモっていう文字が消えるくらいまでちょっとだけ動かします。はい、この状態、浮かした状態だと、ポンポンと持つことができます。じゃあもう一度元に戻しましょう。はい、持ってきたいところで離します。せーの。はい、といった感じで、まとめて移動することができました。なので、ホーム画面を整理するときに、複数のいくつかのアプリを一気に移動させたいなっていうときは、ぜひ、この技を使ってみてください。いかがでしたでしょうか？もしこの動画をいいと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価お願いします。ではまた次回お会いしましょう。たけるでした。バイバイ。